新蘭激動編。山口彰製作のと。五木寛之メッセージ。あらすじ。極悪人も本当に救われるのか。純愛、冒険、陰謀、裏切り、祈り。すべてがぎゅっと詰まった、手に汗握る物語。これまでの新蘭。第一部、新蘭の内容。動乱の京都で、下級官人の日野家に生まれた忠則は、叔父の家に引き取られて幼少期を過ごす。鴨の河原では、河原坊城官、ほら坊弁斎ら下々の者たちと交わる。9歳にして、自縁あざりの元白川房に入室、繁縁と名乗り、3年後には比叡山の横川に入山して修行に励む。7年が過ぎる。自縁の指示で繁縁は吉水へ向かい、法然上人の説法に初めて接する。さらに10年の修行の後、六角堂で篠という女性との運命の出会いを果たす。そしてついに繁縁は間を降りることを決意、法然の門下となりの地に仇空と名乗る。新たな生活の中で、絵心と名を変えた篠と再会し妻に迎える。それから数年にして、選択本願念仏集の書者を許されるまでに法然に認められ、慶喜の名をもらう。だが、貴族社会をも巻き込んだ法然の教えは、やがて念仏禁制の裁きを受け、死は讃岐へ、慶喜は越後へ追放となる。絵心の故郷の地へ。出発に先立ち新蘭と名を改め、絵心を伴い旅立った。第二部、新蘭激動編の内容。京の都を追放された新蘭は、妻絵心の故郷でもある越後に流された。その地で、地元の民に崇められ生き仏を称する下道院の行列に出くわし、貧者、病者、弱者が連なる光景に衝撃を受ける。文字を知らぬ田舎の人々に念仏の心を伝えよとの、法然上人の言葉が親鸞の脳裏に去来する。依頼された雨乞いの法要をやり抜いた親鸞は、絵心らと平和な日々を迎えていた。人々の期待と法然の教えとの間で悩みながらも世領所を開設し、多くの相談を受けた。やがて長男と次男を得、さらに法然上人が許されたという吉報に接するが、気楽をためらううちに上人の訃報が届く。私は一人になった。自分自身の念仏を極めなければならない。そんな折、新たな決意をした親鸞に関東から誘いがかかる。やがて日立国稲田の草庵に移り住み、道場で武士をはじめ様々な身分の人々に説法を続ける親鸞。唯円や妙法坊らの弟子を得、関東に来て20年近くが経とうとしていた。第三部、親鸞完結編の内容。再び立ったとの地では、陰謀が渦巻いていた。新人と家族愛の間で揺れ動く、人間親鸞の生涯とは。気楽して9年が過ぎた。親鸞は、篠の当院で長男の善鸞らと暮らしていた。事件が起きる。船岡山の海藻閣連邦が、善鸞をそそのかして親鸞が手掛けていた、教行信証を盗み出そうとしたのだ。だが、白川印地の党の活躍で朧連邦はやころ、親鸞を解き伏せて、善鸞一家が東国へと旅立った。衝動によって当初は成功を収めるものの、親鸞免寿の弟子たち九条龍夫人が建立した純念寺の落慶法要が営まれようとしていた。そこへ朧連邦と検非違使が突如現れ、居合わせた親鸞と龍夫人を、